お元気ですか？めめだかです。今日はほぼ2年前に立ち上げたうちで一番でっかいビオトープをちょっと手入れしながらのお話。2年間一度も水替えしてないんですよ。どんな風に立ち上げたのか、日々どんな手入れをしているのか、なぜ2年間も水替えなしでも平気なのか、お話ししていこうと思います。あ、このミニビオは先日喧嘩といじめの動画アップしたビオですね。今日の主役のビオはこっちですよ。去年は土曜日の夜シリーズで活躍してくれたビオですね。では早速いきますね。普段はこんな風にしていますが、お手入れするので木枠取ってみますね。今年はここで全然撮影してないもんだから物置状態になってますね。まあ綺麗に見えるのは上見だけなんですけどね。この木枠、側面の枠は作りかけで放置しちゃってます。側面の枠、安物の木で作ったからいまいちいい感じじゃない。もっといい木使ったらよかったわ。あと色塗ったら終わりなんだけどね。ちょっと嫌になっちゃって放置ですね。中はこんな愛想もないプラ舟でしたけどね、ここのメダカたちはめっちゃ状態いいんですよね。2歳になる子がいますよ。あと去年の夏生まれの子もいます。手入れに道具はほとんどいりません。100均のハサミ、ゴミ袋、そして長いピンセット、あとスネイル取ったり手拭いたりでティッシュ、切った水草を置くトレイ、これだけですね。手入れは水草取り除くだけですからね。溶けた水草と多すぎる水草取り除くだけなんで、このプラ舟を立ち上げた時のお話をしながら手入れしますね。これ立ち上げた時の写真ね。このプラ舟はチャームさんのオリジナルプラ舟で56リットル、底床はお決まりの赤玉土、何の変哲もないビオトープです。今じゃあスイレンとかいろんな水草いっぱい入ってるけど、立ち上げ時はすでにあった水草だけだったんですね。水草もアナカリスとアマゾンフロックピットだけですね。これが2年間水替えしなくってもメダカたちが元気なビオトープの始まりです。あれ、スイレンの葉っぱに他の葉っぱが突き刺さってますね。抜いておきましょう。そして汚い葉っぱは腐ると水質悪化につながるんで、どんどん切りますよ。ああ、これスネイルの卵チェックしていますね。いやー、この前スネイルとの付き合い方の動画アップしましたけど、あれめっちゃ有効ですよ。去年苦しんだスネイル、今年はあんまりいなくなっちゃいました。なんだか張り合えなくなっちゃったな、スネイル少なくなって。で、水替えなしのビオトープの話に戻しますね。私もあんまり知識なくこのビオトープ立ち上げたんですけど、これがビオトープの立ち上げの必要条件にぴったり一致してたんですね。だから2年も水替えしなくってもメダカたち元気なんですね。で、ビオトープに必要なことって何だと思います？ 1. 容器、 2. 底床、 3. 水草なんですって。このビオトープはこの3つのお約束をしっかり満たせていたみたいですよ。一つずつ簡単ですけど説明してみると、 1. 容器、これは絶対的に口の広い浅めのものを選ぶ。そしてできるだけ大きくって水量がたっぷりなものを選ぶ。ビオトープは一般的にブクブクは入れないでしょ。だから酸素の取り入れは水面からだけになっちゃう。口が狭かったら酸素の取り入れも少なくなるし、腹
深すぎると鉢の底まで十分酸素が回らないんですって。酸欠になる？これ怖いですよね。そして水量が多い方がいいのは、急な水温変化が起こりにくい、そして水温の悪化も少なくなるってことなんですって。2、低床。これはどんな砂でもある程度効果はあるらしいですけど、抜群な効果を発揮するのは赤玉土だと思います。低床は水をきれいにしてくれるバクテリアが住み着く場所。バクテリアなしにビオトープが成り立つはずもなく、特に赤玉は表面がボコボコしているので、より表面積が広くなってバクテリアがいっぱい住み着いてくれるそうです。バクテリアバクテリアって言ってますが、バクテリアはメダカたちがする糞、要するにアンモニアですが、そのアンモニアと有害物質の毒性を薄くしてくれるんですね。だからバクテリアがいっぱい住み着く赤玉土が最高なんですね。3、水草。これはね、水草はバクテリアと同じく有害物質を浄化してくれる。ビオの有害物質を肥料にして育つのが水草。メダカ飼育してて、これは私の実感するところですが、成長の早めの水草がいいなって思います。水草はいろいろありますけど、やっぱスイレンとかアナカリスが定番、おすすめですね。ちなみにアナカリスはいつも言ってますが、私の美容のお守りです。アナカリスがどんどん成長するのを見てたら、今日もお水きれいにしてくれてありがとうって気持ちになりますね。皆さんもこの3つのお約束で水替えなしのビオトープ作ってみてね。さあ、水草の手入れが終わったらゴミを取って、あとはたっぷりの差し水。この季節水の蒸発も激しいので、差し水はこまめにしてくださいね。水温を合わせてやっぱり軽き抜きをしてくださいね。毎日差し水していてもいいくらいだと思います。綺麗になりましたよ。このままこのビオも3年間水替えなしに挑戦するかな。どうでしたか？3つのお約束クリアしたこのビオトープ、手入れは簡単。これはもうメダカ飼育はやっぱ自然っぽいビオトープでしょ。水も澄んで綺麗でしょ。メダカたちも元気いっぱいで癒してくれますね。今日は2年間水替えなしのビオトープ、お約束は3つの動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。メダカ大好き、ビオトープ大好き、メメダカでした。お、ま、け、虫よけ鬼ヤンマ、蜂とか蚊も寄らなくなるらしい。この前四国を歩くたびに持って行ってみた。効果あったようにも思うし、もしかしたら虫に合わなかっただけなのかも。ようわかりませんが、2個で1580円なり。外でビオの手入れ中に使ってみるかな。楽しくって面白いからいいんじゃない？